はい、どうも皆様、イランカラフテダルダルフレイヤーのゆきおじさんと嫁です。はい、なんかうちのマスロさんが運営さんに物申したいことがあるっていうんで、ここを座ったらロスがある。手待ってる。はみ出てないよ。ほら、はみ出てるよ。え、そプレス、え、ほら、大丈夫じゃない？手埋まってんじゃん、木の机に。ほら、あ、ほんとだ、埋まってんじゃん。ロスガル座る仕様になってないんですよ。ひどくないですか？ほんとだ、指埋まってるもん。ほんとだ、おかしいでしょ。ロスガル、もうちょっと話してくださいよ。ご立腹です。かわいそうじゃないですか。ガチで怒ってるわけではないんですけど。でもほら、すごいコーヒーカップももう持ってるような感じだよね。持ってないでしょ。ギリギリ持ってないでしょ、ね、ほら、こっち向いた。ほれ、ほれ。ね、コーヒーカップピッて。コーヒーカップちっちゃいな。ちっちゃいよ。足りないロスがある、これじゃ。ね、一口だよね。ね。はぁ、あ。これ何？ルマンドとか。懐かしい おやつ。似てない？ルマンド。おかしいな。そうだね。ルマンドとこれカントリーマームとか。じゃあ、とりあえずカッパベルを解放しに、うん、行きましょう。行きましょう。はい。これ同時にやれば。あれだよね。そうね、ここもうすごいから。これ、ここはほら、いや帰ってきたね、どうやら無事に依頼を終えたようじゃないか。さすがは噂の冒険者バデロンさんが君を勧めてくれた理由が分かったさ。あ、そっか、セリフ違うんだ。違う、ちゃんと名前呼んでくれる。そっか、グリダニアスタートだからか。うん、冒険者ギルドでは君の噂で持ちきりさ、有能な冒険者が現れたってね。親密度が違いますね。ねえ、他人だもんね、なんかね、このなんかね、実は最近になって冒険セキュリティの依頼が急に増えてきているんだ。なんで読み出したの？それに伴って、いや、どうせ一緒に進めてるんだったら読んだ方がいいのかなと思って。なるほど。実況者っぽいでしょ。なるほど。そうでもない。あ、ほら、ゆうけさん、次来た。見てごらん。ほら、来た、これ、来た、これ。アビールは、リーダーは死んだなよ。エッタ、あんたの回復が遅れたせいで。そんな、あれは突然出てきた魔物の群れにアビールが走っていっちゃって、それはアビール悪いよね。彼焦ってたからもっと頑張らなきゃって。もうこりごりだ、俺はパーティーを抜けさせてもらう。二度と会うことはないだろう。会うんですよね、後でね。会うんですよね。私もよ、前からあんたを嫌いだったのよ。いつもいつもアビールにベタベタくっついてさ。ね、後で会うんですよね。あとさ、大事に持ってるアビールの組さっさと埋めなさいよ。気持ち悪い。まあ、アビールの首はちょっと気持ち悪いな。首持ってんのはちょっとな。まだ顔が汚れてないエタちゃんだもんね。エッタちゃんですよ。あのパーティーのような事例をこの数日だけで何件も目にしている。君のように有能な冒険者が現れてくれることによってくれたことによって少しでも犠牲が減ることを願っているよ。そんな君に頼みがある。戦国冒険者ギルドの連絡網に情報が回ってきたんだ。今度はウルダハの冒険者ギルドで冒険者を募集しているらしい。君にな、らいや君だから紹介できると思ってね。ぜひこの依頼を受けてもらいたい。よろしく頼むよ。はぁ、何、エッタちゃん言ってたなぁと思って。出たね。これアイテムレベル低いな。ビギナー、あ、そうだ、リングマンドの方がいいじゃん。最強しないと。ほら、アイアンプレートベルト装備できるようになってる。そうだね。テレポ関与できるからするわ。はい、ウルダハタダだから。え、ちょっと待って。はい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 、なんか。パーティー。あ、参戦。参戦。すっかり忘れてたわ。驚きだわ。いるからさ、なんかそこにさ。一人で行っちゃうとか、ただだからさ、ドヤーって言いながら。ゆけさん、今、所持金いくらですか？ 11,651。あ、すげえ増えてる。あら、ゆけさん、私よりお金持ってるね。いくらあんの？ 9,160。ほんと？なんかおごちか？いや、いいわ。そんなささやかな差で。どっかにコンビニないの？コンビニないわ。あら、いらっしゃい、ごめんなさい、今ちょっと忙しいので適当な席に座っててくれるかしら。てアルファードよく来てくれたわね。ちょっと違う。あ、本当だ。その面構え、もしかしてあなたパッツァさんって言われるんだ。パッツァさんって言われるんだ。いつものをいっぱいもらえんかって。パパちゃん来んだ。パパちゃん、ここじゃああれか、こっちが親しいのかな。ここ一緒だね。うん。おや、お主はブラウンバッハ殿って言われた。おや、お主が噂の冒険者かって言われたね。うん、そうね。いやいや、まさかお主が来てくださるとは。このパパちゃん感激ですわい。
では所長依頼内容説明。あ、一緒か、うん、あ、同じだね、ここからね、うん、へえ。カパベル鉱山再開発の開発を借り巨人族が現れ暴れておるらしいのです。うん、一緒です。一緒だね。巨人族とはその昔村長ウルダハ時代に封印されたはずのヘカトンケイレス族、どうやら再開発にあった封印の岩盤が打ち抜かれたようでしてな、このままでは開発ができんと助けを求められたのですよ。村長ウルダハ時代といえば今から300年も昔だって。へえ。村長時代のウルダハ人は呪術を込めた金属柱、金属滑、うん、わかんないけど、ヘガトンケイレス族にかぶせることで彼らを操り怪力の功夫として酷使しておったという。だが呪術が不完全だったのか。ユキさん、はい、君が読むことによって結構時間がかかるのでやめませんか。あ、そう。きっと実況動画って普通そういうもんだよ。あ、そう、ね、知らんけど、なんかね、読んでるとこう口まんなくなってくる。頭の中で読んじゃってて、それについてこないんだよ、自分が。そうでしょ、ついてこれないんだよ。行くよ、ほら。そういう実況するんだったら、もうしっかり読まないとダメですよ、ユキさん。向いてねえな、向いてないね。いいんじゃないか。私は、ペインテッ。じゃあ、ホライゾン行くよ。はい。あざーす。え、私何だったの。あ、じゃあ待って、テレポが実行できないメンバーが読ますって。ホライズンさ、解放してませんね。あら、まあ、え、ウルダハは全部開いてるの。ウルダハ、ウルダハも全部開いてないんじゃないか。いや、まあまあまあ、いい。とりあえず西座の方面行こうや。ああ、いいんだよ、君だけ一人行ったって。あ、そう、ま、待っててもらうことになるけど。さあ行きますか、歩きで。歩きで。あ、ごめん、ちょっと俺そのゴブレットビュートのやつ報告してきていい。あ、どうぞ、先行ってていいよ。うん、なんかあれだな、森林系ばっかりだ。大豪邸をぶっ立ててやるわって言ってた。ぶっ立ててやる。うん、これで居住区行けるようになったから。ほうほう、ちょっと自分家帰るの楽になるね。自分家じゃないけどね。自分家じゃ自分家じゃん。まあまあまあ、そのキャラの家ではないから。うん、残念ながらね、このキャラ家持てないからね。そうね、あれ、アパートメント、アパートメントは持ってる。アパートメントは持ってるよね。アパートメントよりなんかあの FC 入って FC の個室作った方がいいような気する。あ、安いし。よしよし。あ、ボム対象だ。あ、そうなの、ちょっと、いやいや、しかもまとめてターゲットおるし。ありがとう、おめでとう。さあ報告しますよ。よし、あれ、ここでもうさ、ファーンした、あの、はい、ドルラスベア死んだみたいなあれあったんじゃなかったっけ。ほら、さっきドルラスベアっていう冒険者のパーティーの遺体を運び出したの、あの人ベテランの冒険者だったのに。彼らはあなたに冒険者としての可能性を感じていたのね、感じてたのね、あなたの姿を見て焦っていたの、そしてその焦りが事故を生んだ。いつもおじいちゃんが言ってるわ、人は求めすぎると足元を身内になってしまうものだって。富や名誉を目標に掲げることは素晴らしいことよ。でも目標を大きくしすぎてあなたも足元を見失いました。大丈夫です、ダラダラプレイヤーなんで。わしらも長い間冒険者をやっておるが、いつの時代も本質は変わらん。冒険者とは本来冒険それ自体のために挑戦を試みる者たちのことだ。冒険者は冒険を通して成長していく。健常さかな、勇敢さ、献身さ、そして正義の心がな。だから数字では現れるものではない。だが人と人の絆に着実に根付き、自分という存在を大きくしていく。わしはお前さんに何か光るものを感じ取る。立派な冒険者になることを祈っておるよ。ねえ、ドルラスベア。もう亡くなっちゃってんだよね。そうか、ここでさらっと言われるだけだから、そう。死んだことに気づいてなかったんだよな、私。どうなっちまったんだーっつってるよ、こいつ。じゃあ。調整入った。声の調整が。ありがとうございます。OK です。ドルラスベアが死んじゃったんだ。ここで。なんかこれあのハードの方がすごい記憶に残っちゃって。ハード、ああ。セクシー。セクシー。よし。
ゃあ、じゃあ行きまーす。はい。お、未制覇がいるらしい。誰だ誰だと来たか。スタンさせまくり戦法頑張るわ。そうね。あ、兵装使わせちゃった。またレベル上がるね、多分。そうね。すごいな。私なんかもう多分敵あと 2,3 匹倒したら上がる上がる上がる。えい。大丈夫、ロスがあるか。それレバーやったらレバーもげちゃうんじゃない。なことないよ。あ、マスラーがなんかすごいすごい宙に浮いてる。本当だ、浮いてる、浮いちゃってる。浮いとる。私の画面ではみんなが下に床に埋まってましたけど。なんかね、ちょいちょい服が起きるよね。あの、あれなんか床に埋まってたりとか。うん、床っていうか、なんだっけ、テーブルに座ったらテーブルに指埋まってたりとか。ああ、 ロスガルでかいから、でかいから。あ、しまった、また3匹にかった。プリガン、カッパーカッパー、わーい、レベル上がった。なんであなたの方が早いの。え、ユッケがなんかもたもたしてる間にクエストを受けて、ちょっと2個ぐらいクエストやって、タブクエやってた。マジかよ、うん、上がった。おめっとさん、あ、リプライザル覚えるんだ、こんなとこで。はあ、リプライザル。あ、ここもあれか、さっきのとこ行かないと踏破はできないんだ。まあいいか。うわ、びっくりした、なんだよ。ちょっと入れとこ、一応したら。よいしょと、適当に。あ、どこだ、こっちか。迷子。絶対タンクやっちゃダメな人だから俺。方向音痴だからね。まとめた。まとめたって言うのかな、これ。バンバンスタンできるよ。ほら。ずるいね、あ、また来たよ。ちょっと、また叩かれてんだけど。助けてー。いや、もう助けた。ああ、そう。ボスでも出てくれば思い出すんじゃない。ボス戦は多分。覚えてんだけど、なんか道中あんま覚えてない。え、ラグってる、ラグってる、すごいラグってる、やめて。何、どこがラグってる。どこがここが、いやなんかこうスプライトがなんか遅れてくるよみたいな。うん、遅れてきたよ。遅れてきた、なんて言うんだろう、ヒュンってきた。じゃあドン。ここね、タンクがいらない。タンクがちょっといらない子なんだよね。何度盾を投げてもなくならないっていう手品師のところだから。手品師、うん、盾をぶん投げてるはずなのに、あ、何回も戻ってくるっていうのを見せびらかしてるだけだから。タンクっていうか剣術師。あ、フランボーか。フランボー出てくるけど、別にあのそんな脅威ではないんだよね。なんだっけ、ハードの時ほどの脅威じゃない。あれ、フランボーってさ、なんか、あ、違うか。ここの、え、ここは何も関係ないのか、フランボー出てきても。ここのハードだとフランボーが大爆発してえらい目に。そうね。あ、いた、敵いっぱいいた。本当にここタンクいらねえな。タンクが取るとかの前に死んじゃうからね。来た、コットス来た、コットス。ね。こいつはまさかにタンクいないとダメか。こいつはまあようやくちょっとタンクのお仕事が。高校とかもスタン効くの。ラグってた。なかなか敵が倒れなくて。そのすげえラグるんだよね。ラグりますね。プランタードモヒカン、モカシン。モカシン。まあでもわかる。そうやって読むよね。またマイク切れてるかも。マジで？なんか切れてます？多分。切れてますか？ジュムさんのなんかね、スーって切れた。接触悪い。切れてます。ザーって。こんばんは。こんばんは、いい声だ。
何なんだろうザーってなって治りましたねなんと大変大変申し訳ない大丈夫です大丈夫です大変申し訳ないと思っておるあれなんか聞こえないなと思ってスーッと消えてた何なんだもしかしてあれこれ、あ、ゆうけさん、左右に行くやつや。あ、爆弾左右だっけ。せや。おほおえい。えい。教わった、教わった。スタン戦法。どうナイスでーす。ナイスでーす。スライム来ましたよ。いたいたいた。イコラウス、イコ…イコラウスアイルね、みんな暇なんですよね。はっはっここね、あ、グレネズキャ挑発まだ、あれあれ挑発もうあんじゃないか。あ、なんで入ってない。ロールアクションあなた入れてないんじゃない。あ、そう分からんけども。いや、ほんうしゃね、暇なんだよね。そんなバカ。踊っとこうかな。あ、ちょうどあんじゃん。この辺で踊っとこうかな。うん、あのケアルください。はい、あーいる？ケアル。いるよ。あ、やべえ、はい、装置も復活してる。サボってた。やった。ちょうどあったあった。ついてる。あれ。ちょうどいつの間にあったんだろう。いやあ、多分初めからあったと思うよ。始めはないでしょうよ。いやだってもう私ちゃんとセットしてるよ。リポーズとかリポーズマジリポーズとかエスマとかもうセットしてるよ。いつレベルいくつだったんだ。まだえもう分これ以上分裂しない。レベル15であったみたい。え分裂するね。まだね、もっと分裂するね。まだする。まだするまだするまだまだします。はい、葉っぱ。あ、そうかそうかそうか。イエーイ、連れてってあげるから。イエーイ。で、こいつはその間スタンスで止めていけばいいな。アイコンタクト。もういい、もういい、もういいの？来た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 。あれまだまだ分裂する。ドーン。あー、そっか。オッケー。チクスクだった。あ。チクスクラッター。あれクラッタークラッター、なんとあら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 、爆発に巻き込まれてしまった。ねえ、これプレートベルト、あ、弱くなっちゃうんだな。詰め込んだ。今度裏。はいはい、アッパドーン。イエーイ。どっちから行こうかな。うわわわわわ、よし、近い行こう。はい、なんか下ベタベタになりそう。下から行っても上から行っても一緒じゃね。まあ一緒一緒。いや、そうじゃなくて結局ベタベタになるんだ。接触が悪いんですか。なんですかね、あれパソコンのマイクですか今日。そうですね。あら、そうです。あ、上がった。やった。あ、同時じゃない。同時だね。イエーイ、ありがとうございます。あ、たけられた。あ、もう23なんだ。そうですね、23になったってなってるよ。確かにもう腹たりとかいけるレベルなんじゃん。いけんじゃね。腹たりはいくかどうかわかんないけど。そうね、メインクエに関わらないとかはまあいいかなっていうのが。スタンがまだ数秒あったのにもう一回スタンしちゃった。一応、あ、ここ装備もらえんだ。トラウザー、なんだっけ、ここでボスかな。サスタスの動画ってな、何公開だっけ。はい、サスタスの動画。あー、プレミア公開。いや、ジャックさんと途中から見てくれてたんですよね。もう最後の放送。そっか、最後のホッカーは。そっか、いやいや、
どのタイミングで見たのかなとか最後最後ジャクソン来てなんかなんだっけなんかコメント見た見た中3に取るやないかーい期待通りの反応してくれてそっちかーってそれじゃあ終わったところですよ。ああそうそうっすね。そっかそっか。じゃああの本当にコメントくれてたぐらいに見始めた感じだったんですね。そうですね。コメントあ見た瞬間にもうロスガルが出てたんで。あ、ロスガルじゃない。アソガルが出てたんで。アソガル。まあまあまあ、マソガルじゃない。マソガル。でももう速攻でコメント打ちました。そっちかーい。チムさん出てるのにいつ気づいたんですか。チムさん出てるのにはちょっとしばらくしてからです。まず、マソガルで、もうかなりテンション上がっちゃって。テンション上がる。テンション上がるんだ。コメントして、ちょっと冷静になったぐらいに、あれ誰と言ってんだろうって思って見たっけ。チムさん言っとけないかーい最初から見たかったんですけどね。逆にプレミアム総会後悔しない方が良かったかもしれない。かもしれないね。ナイスーす。ナイスーす。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ビエラいいな。人気あるビエラだからいいでしょ。これね、今思ったけど、うん、あれだよね、うん、こっちをビエラにして、うん、メインキャラハイランダーに戻せば、うん、それも良かったかもしれない。また出たよ、アコライトハーフグローブ。もういらない。ポーズ取る？どうすかこれ。どうすかこれ。よし、あざっす。一人だけポーズ取ってるっていうなんかちょっと。いやあ、一人だけちょっと気合入りすぎてる痛い人みたいになってるじゃん。ジムさんもちゃんとポーズ取ってくれてる。ここで、よし。いやーいいでしょう。一人だけガオーってやってて。ガオーってやって可愛いでしょう。ガオーってやって俺こう。